切って140円くださいと言って、コンビニの店員さんを困らせた、精神科医の田中陽子氏。僕だったら、120円切って1枚と、10円切って2枚くださいと言うと、リプしたら、速攻でブロック。さらに投稿も削除すすきの、首ちょんぱの、田村治氏、加山里香氏といい、精神科医ってまず自分が診察されるべきでは。これが精神科医。本当に？はい、ブロックされました。こんな人が、精神科医とか、患者さんマジで不憫だわ。店員の方も140円切ってってなくて、これとこれの組み合わせになるんすよって言ってやれば、それで話が終わるのにそうしないってことは、店員に遊ばれてんじゃねえかな W。私、これ140円切ってくださいって言っちゃった人だけど、あの時今店にある切手はこの種類ですって、切手のファイル見せてくれたコンビニ店員さん、優秀だったな。その中から140円分の切手をこちらが選べてよかったし、店員若くてでもちろん。140円切手を求められて、すぐに120円切手と10円切手2枚と頭に浮かばないのもどうかと思うけれど、それ以前にマスク関係ない。精神科医で今の感染状況の中ノーマスク派、本当に医者。私の通っているクリニックは今も当然マスク着用でって言ってるよ。まあ店員も140円切手はないですが、140円分の切手でもよろしいですかと最初から聞けたらいいのかもだけど、そういう言い方を客側から言ってほしいよね、とも思うな、バイコンビニ店員。いや、140円切ってくださいで、140円分欲しいことわかるだろ、それを120円分だけで返答してる方が、どう考えてもおかしいよね。店員からしたら140円切ってなんてないのに何言ってんだこのおばさんって思われてるだろうな。常識がないのはお互い様だろうね。書類扱う会社だと140円切ってって結構メジャーだと思うけど、世間ではコンビニで売ってないところもあるレベルの認知度なのか。正直店員の対応も良くはなかったけど、それにしても120円切手になりますって言われた時に140円切手がいるんですと押したのは意味がわからないよ。店員が悪い。140円切手はないので、120円切手と10円切手2枚でよろしいですかと答えれば1回で終わるのに、突然お客の希望と違うものを提示し、しかも2度も繰り返してる謎。140円切ってくださいの時、合計140円でいい人と、本当に額面140円の切手が欲しい人がいるかもしれない、と考えれば、120円切手になりますが、は、120円切手しかないので、20円分別に買う形になりますがと解釈できるので、だから、140円切手がいるんですは失敗してますね。140円分の切手は140円切手は置いてますかの2択かなと。これは客の言い方が悪いだけ。140円切手と言われたらないから戸惑っても仕方がない。もちろんマスクなんか関係ないです。この店には取り扱えなかったんだろうけど、140円切手は存在するので、140円切ってください。140円切手がいるんですって言ってたら、そりゃ話進むわけない。これ、なんでお客さん側が悪いのかわからないオウム。A、銅の紙が欲しい。って伝えて、B5 になりますが、って言われたら、は、ってならん。一緒のことよね。140円切手の取り扱いはない。と伝えるべきでは、わかんないおめが。
140円切手って言い方だと、ほとんどの人はまず140円分の切手だとは思わないでしょうね。まずコンビニに置いてある切手なんてあまり種類がないですし、そんなに欲しいなら最初から郵便局で買いに行けば良いのにって思います。まあどっちもどっちだね。140円切手と言われた時点で120円と10円2枚になりますが、よろしいでしょうかと返していればこうはならなかった。このくらいの返しはして当然。逆に精神科医の方も120円ですがと言われた時点で、じゃあ120円切手と20円分の切手と言えてればよかった。ぶっちゃけどうでもいい。